それでは早速九州電力仙台原子力発電所設置変更に関する審査結果について、今回の審査結果の取りまとめの中心的メンバーであります原子力規制庁安全規制管理官の市村智也様よりご説明をしていただきます。市村様、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。今ご紹介いただきました原子力規制庁の安全規制管理官というのをしております市村と申します。今日はこの後約50分ほどお時間をいただきまして、仙台原子力発電所の審査の結果をお話をしたいと思います。できるだけ分かりやすく説明をしたいと思っています。技術的な内容も結構ありますけれども、できるだけ噛み砕いてお話をしたいと思います。その分法律的な用語とかですね、科学的技術的な細かな用語とはちょっと離れた言葉になるかもしれませんけれども、できるだけ皆さんのご理解に資するようにというふうに思ってますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。それから今資料のご説明ありましたけれども、ここの画面に出ているものと皆さんのお手元 のスライド資料全く同じものでございますので、どちらか見やすい方をご覧いただければというふうに思います。それではここから座ってご説明申し上げたいと思います。まず審査結果具体的な中身に入ります前に、我々原子力規制委員会の発足からですね、基準の策定、それから発電所の審査に至った経緯について、概略をお話をしたいと思います。2枚目のスライドですけれども、ご案内の通り2011年の3月、東京電力福島第一原子力発電所の事故が起きました。この事故の反省を踏まえて原子力規制委員会というものが、その翌年の2012年9月に新しく独立の機関として策定をされました。原子力規制委員会というそのものはですね、5人の委員で構成をされておりまして、その委員は国会で同意をされた専門家ということでございます。原子力規制庁というのは規制委員会の事務局ということで、この規制庁の中におよそ100,000人の職員が所属をして委員会をサポートしているということでございます。規制委員会は発足以降、ここに書いてございますようにさまざまな取り組みを進めてきましたけれども、特に力を入れてきましたのが赤字で書いてございます規制の徹底的な見直しでございます。あのような事故を二度と起こさないように、福島原発事故の教訓、それから海外を含めたさまざまな指摘を取り入れまして、1年弱をかけて新しい基準を作ってまいりました。でその基準が昨年の7月に施行されたと、実際に使われ始めたということでございます。次のページでございますけれども、この新しい基準、福島原発事故の反省をと申し上げましたけれども、基準を大幅に強化をしてございます。いろんなポイントがあるんですけれども、一番のポイントは括弧2に書いてあるですね、万が一重大事故が発生した場合の対策というものを求めているということです。重大事故っていうのは原子力発電所の実際に核燃料が溶けてしまったりとか、放射性物質が外に出てしまう、こういうようなことですけれども、こういうような対策を求めたということが一番大きなポイントです。以前はともかく重大事故を起こさないためという対策を重視していまして、この部分は括弧1なんですけれども、もちろんここも大幅に強化をしたわけですけれども、対策をしているから事故は起こらないということではなくて、それでもなお事故が発生しうるというふうに考えて、あらかじめ可能な限り対策を講じておこうというふうに発想を大きく転換したものでございます。それから新しい規制のもう一つの特徴は、下の方に書いてあるバックフィット制度というものです。これは過去に許可を受けた施設に関しても、基準が新しくなるたびにその新しい基準に合っていることを求めるという制度です。新しい基準に合致していない場合には発電所として運転することを認めないというものでございます。でまさにその今回の審査もこのバックフィット制度というのが適用されて、すでに許可を受けていた仙台原発について改めて基準適合性の確認をしたと、こういうことになります。
4ページ目のスライド、これはあの先ほど局長のご挨拶にもございましたけれども、仙台原発の審査に関する主な経緯でございます。でこの新しい基準が7月8日、昨年の7月8日に施行されて、同じ日に九州電力から、申請書が出てまいりました。でそれ以降、公開の審査会合というものを62回に開催をして、またあの事務局が実施する事業者に対するヒアリングというものも約700回でございますけれども、こういうものを開催をして審査をしてまいりました。でその上で、この九州電力の申請内容は規制基準に合致しているという判断ができましたので、今年の7月、審査書案を取りまとめたものでございます。そしてこの審査書案というものを1ヶ月間の意見募集というものを行いまして、7月の半ばから8月の半ばですけれども、合計1万7000を超えるご意見をいただきました。でさらにこれに対して、審査書の修正を行いまして、最終的に9月10日に仙台原発について許可を決定をしたと、こういう経緯でございます。5ページ目でございますけれども、今日の説明の内容をざっと書いてございます。でまずその新しい規制基準の内容、これはどんなものかっていうのを簡単に説明をさせていただいて、その後に2にありますように審査結果の具体的な内容を説明したいと思います。で審査結果の内容については、重大事故の発生を防止するための対策、事故を起こさないための対策というのをご説明した後、その後それでもなお重大事故が発生することを考えて求める対策というものを順を追って説明したいと思います。ではまずあの基準の話からです。7ページ目でございますけれども、今回の基準作りにあたって最も重要なことは、東京電力福島原発事故の教訓をしっかり汲み取るということでございました。ちょっと小さいですけれども、1から7っていう番号がですね、図の中に振ってあるんですけれども、これが実際に福島原発で起きた事故の進展でございます。で事故の反省として、まず地震、津波によって発電所の安全確保に必要な機能が一斉に失われてしまったということがあります。福島原発事故では地震が発生をして原子炉の反応を止めるということはできたんですけれども、1にある通り送電線の鉄塔が倒れてしまったりですね、電気設備の一部が壊れて、発電所の外部からその発電所に電気を送るということができなくなってしまいました。ただそういう場合に備えて、もともと発電所内に非常用発電機というのが設置をされておりますので、この時点ではここから電気が供給をされて、ポンプ等を動かしておりました。皆さんご案内の通りですね、原子力発電所っていうのはそのちゃんと止められても、その後ずっと冷却を継続しないといけない。でその時は発電をしてません、自分自身は発電をしてないので、外から電力を供給してあげる必要があります。でこの時は福島原発の後は地震の後はですね、非常用発電機というもので電気を供給をしていたということでございます。ただその後2というところですけれども、大規模な津波が来て、発電所のほぼ全域が水に浸かってしまって、この非常用発電機も使えなくなったということです。でこの結果原子炉を冷却することができなくなったというものです。したがって地震津波というようなある一つのきっかけ、これ専門用語では共通要因というようなことを呼んでますけれども、これによって複数の機械が一斉に壊れることがないように、こういう対策をすることが重要だというのが大きな教訓の一つ目でございます。でもう一つの教訓、反省点はですね、重大事故の進展を食い止めることができなかったということでございます。3から7にありますように、電源がなくなって冷却ができなくなって燃料が溶けてしまって、溶けた燃料と水が反応して水素ができて、でこの水素が最終的に原子炉を取り囲む建物の水素爆発というのをですね、引き起こしてしまった。でそれによって放射性物質が外部に出ていってしまったという、こういうことでございます。で先ほど来申し上げているように、従来はこの事故を起こさないということはやっていたんですけれども、起きてしまったらどうかという対策を取って、規制になっておりませんでしたので、この部分についてしっかり規制をするということが重要だというのが、これが2つ目の大きな教訓でございました。
こういう教訓を得て8ページ目でございますけれども、規制を大幅に見直したということでございます。左側の低い方が古い基準で、右側の高い方が新しい基準でございます。で、1つ目の見直しは重大事故の発生防止に関する対策の強化でございまして、これは一番下の青色の部分でございますけれども、地震津波への対策を強化するとともに、それから緑色の部分ですね、火山、竜巻などの自然現象への対策、火災対策、電源確保対策などを新設あるいは強化をしたということでございます。で、その上の黄色い部分が特に新しい部分でございまして、それでも万が一重大事故が発生した場合の対処をということで新たに追加した部分でございます。少しこの字はですね、難しい言葉が書かれていますけれども、要するにその重大事故というものの場合でも原子炉を止めたり冷やしたり、あるいはその放射性物質の放出を避けることができるように、こういう対策を求めたと、こういうことでございます。以上、簡単ですが基準の話で、ここから具体的な仙台原発の審査の話です。今申し上げたような基準に照らして仙台原発がこう満たしているかどうかという、こういう審査をしたこういうことでございます。10ページ目でございますけれども、最初にその最も基本的な部分の一つである地盤の話、地面の中の話からスタートしたいと思います。仙台原発が建っている地盤に問題はないか、こういうことでございます。で、具体的には新規制基準では、地盤の中で地震の波が増幅されてしまうような、大きくなってしまうようなですね、特徴がないかどうか、こういう特徴を調べることを求めています。で、九州電力は地質や地下の構造の調査、またこれまでの地震観測結果などを分析評価をしまして、コンピューターで解析できるような地下構造のモデルというものを組み立てて評価をしています。もう一つ地盤については、地盤が不安定ではないかということについての確認も求めています。地盤がその原子力発電所という重要施設をですね、しっかり支えられるかどうか、地盤が沈んでしまったりとかですね、ずれたりとか、そういうことがないかどうかということを確認を求めています。九州電力はその地震の調査、あるいは地震が起こった時に地盤がどのように動くか、どのような力が働くかというようなことをコンピューターの計算を行って確認をしています。で、審査の結果として、仙台原発が建つ地盤には地震の波を異常に増幅するような性質はない、あるいは地震によって沈み込んだり傾いたり断層がずれたりしないということを確認をしております。次のページは地震の話です。発電所っていうのはそこに襲ってくる可能性のある地震に耐えないといけません。では、どのくらいの地震に耐えなければいけないかということでございますけれども、発電所を設計するために設定する地震の大きさを基準地震動というふうに呼んでいます。ここではこの基準地震動というものの設定が適切に行われたかどうかについて説明をしたいと思います。最初に結論から言ってしまいますと、基準地震動というものはですね、仙台原発については、もともと仙台原発を作った時にはですね、400ガルという大きさのものでした。ガルっていうのは地震の加速度なんですけれども、地震の大きさだと思ってもらっていいと思いますけれども、400ガルというもので設計をしていました。で、今回の審査の結果、620ガルという大きさまで引き上がったということです。で、この620ガルというようなものがどうやって決まってきたかということですけれども、新規制基準では2つの方法によりこれを定めることを求めています。一つは震源を具体的に特定した上で、その震源から受ける地震動を定めるもの。もう一つは、震源は特定できないけれども発生する可能性が否定できないという地震動、この2つを求めることを求めています。で、震源を特定して策定する地震動の方については、九州電力が仙台原発周辺の断層などの調査を行って、将来活動する可能性のあるものを選定しています。で、その上で仙台原発に影響を与えると予想される地震として、1期断層帯、1期区間など3つの地震を選定していて、これによって地震動を決めている。
この時は540ガルというものが定められています。でもう一つ、地震源を特定せず策定する地震動の方ですけれども、これについては2004年に北海道で発生した地震の観測結果を用いて地震動を設定していて、ここから出てくる地震動は最大620ガルというふうにされています。でこの620ガルというのが先ほどお最初に申し上げた、この発電所を襲う 最大の地震動の大きさということになります。でこれらの、地震動の策定というものが基準にしっかり沿って、なされているというものを確認をしております。次のページは、津波の話です。で原発に対して影響を与える可能性のある津波を適切に定めておくこと、このための対応しておくということは、福島原発事故の最大の最も大きな教訓でございました。で規制基準では海底で発生する地震に伴って出てくる津波、あるいは地滑りなど地震以外の要因によって発生する津波、またこれらが組み合わさって発生する津波、さまざまなものを検討することを求めています。でこちらも結論から申し上げれば、基準津波っていうのはもともと 2.31 メートルっていう高さであったものが、今般の審査の結果 3.52 メートルということで1メートル以上この基準津波が高くなっています。でこの今申し上げた数値っていうのは発電所の取水口、一番へりのですね、水を取るところなんですけれども、そこでの値であります。で具体的にこの値がまたどう出てきたかということですけれども、九州電力は海底で発生する地震による津波ということで、南海トラフあるいは琉球海溝北部から中部のマグニチュード 9.1 の大きさの地震を想定をしています。また海底地滑りによる津波ということで、海域活断層による地震との組み合わせによる津波についても考慮しているということです。でこれら調査の結果、基準津波そのものとしてはですね、施設から約8キロ沖合の水深50メートルの沿岸域というところで定めて、でその波が実際にこの取水口まで来たときに 3.52 メートルになりますということです。でさらにその 3.52 メートルの波が発電所に上がってきたとき、敷地に上がってきたときには最大どこまで水に浸かってしまうかというと、これは最大約6メートルの高さまで来る可能性があるということでございます。でこういうことですので、仙台原発ではここ写真にありますように、ちょっと見にくいですが、この津波に対して影響を受けることがないように、海水ポンプという重要なポンプの周りには約15メートルの高さの壁で囲む、さらにその周囲を防潮堤で防護するということをするということでございます。また引き津波、波が引いていくときの対策も重要でして、でこれは取水口からの取水が途絶えないように海の中に堰を作って水を貯めるというようなことをしております。でこのような対策が適切であるというふうに判断をしております。次のページが火山、13ページから火山の話でございます。規制基準では原子力発電所の安全に影響を及ぼす可能性のある火山について影響評価をして必要な対策を求める、取るということを求めています。九州電力は発電所から半径 160km の範囲に存在する39の火山のうち、将来活動する可能性がある火山として14の火山を選んでいます。で今見ていただいている図の中で丸で囲ってあるのが仙台原発を中心とした160キロの円でございまして、選ばれた14の火山、これは赤字で示したものでございます。でこれらが火山の活動の規模や影響の評価を行って、例えば最近御嶽山の噴火というのが本州の方でありましたけれども、これよりはるかに大きい規模の噴火が起こることを前提にして、それでも火砕流とか溶岩流とかいうものが敷地に到達するというような、そういうのが来てしまったらもはや設計では対応できないという事象が発生する可能性が十分に小さいということを確認をしています。で今申し上げた設計で対応できない事象ということについては、もう一度後のスライドでご説明したいと思います。でこういう確認をした上で、火山活動によって原子力発電所の安全性に影響を与える可能性があるものという影響、どんなものがあるかということで火山灰の影響を評価をしてございます。
で、ここでは過去の桜島薩摩噴火と同規模の噴火は起こりうるんだというふうに考えて、これに余裕を見て、火山灰が積もる厚さ15センチというふうに設定をして、これに対して必要な対策を行うとしています。14ページでございますけれども、先ほど の設計で対応できない事象の話ですけれども、この設計で対応不可能な火山事象っていうのは、例えば九州全域に破壊的被害をもたらすような破局的噴火、カルデラ噴火というようなものです。で、このような噴火はある周期をもって発生するとされておりまして、アイラを含む鹿児島地方でのカルデラ噴火が発生する間隔は平均して約9万年とされてございます。一方で最新のカルデラ噴火からの経過時間は約3万年ということでございますので、9万年に比べて十分に小さいと。また現在マグマだまりが浅いところにあるという情報はありませんので、仙台原発周辺のカルデラが巨大な噴火をする可能性は十分に小さいというふうに判断をしております。で、新規制基準ではこのように可能性が小さい場合であっても、念のため、噴火可能性が十分に小さいんだということを継続的に確認をすることを求めておりまして、これはモニタリング監視をしてくださいということでございます。で、九州電力はこのモニタリングというものを適切に実施をするということでございます。で、このような審査を経まして、規制委員会としては九州電力の評価が最新の知見を踏まえていると、仙台原発に影響を及ぼす破局的噴火の可能性は十分小さいというふうに判断をしてございます。15ページ、火山の話の最後のスライドでございますけれども、火山灰の影響でございます。先ほど申し上げたように、仙台原発では15センチの厚さの火山灰が積もったとしても、その対策を取るという話をしましたけれども、この評価にあたっては火山灰の上に雨や雪が降って水分を含んで重くなったような状況、そういうものも踏まえて評価をしてございます。また火山灰が設備の中に入り込んでですね、機械を動かなくしたりとかいうことがないように、空気の取り入れ口にフィルターを設置をするというようなことをしています。このフィルターは取り替えすることができるということでございます。またそれでもなお、その入り込んでしまった灰が機械などに悪影響を及ぼさないかということも確認をしているということです。また火山灰の影響としては、発電所の中に及ぼす影響に加えて、発電所の外を、及ぼす影響というのもありまして、例えば、発電所に電気を送る送電線を故障させたりですね、それから発電所への行く交通を遮断したいということが考えられます。で、そのために仙台原発では少なくとも7日間はその発電所の中にある機械や燃料によって電気を確保できる設備を設けているということになっております。で、また写真にございますように、15センチの厚さの火山灰を実際に敷いて、ブルドーザーの走行試験、除灰試験などを行って、作業が実施できるということを確認しているということでございます。これらのことから仙台原発の火山対策というのは基準に適合しているというふうに判断をしてございます。16ページでございます。ここまで、最初に地盤の話をして、地震の話、それから津波の話で、今ほど火山の話をしましたけれども、仙台原発を襲う厳しい自然環境っていうのはこれだけではなくて、赤字に書いてございますけれども、洪水であるとか台風、竜巻等々もございます。こういうものも一つ一つこれによって危険な状況にならないかということを確認をしてございます。またこれら組み合わさって発生することもありますので、組み合わせについても考慮してございます。で、例えば竜巻については、薩摩川内市では記録が残っている最大のものでは毎秒49メートル程度の風速っていうのが、これはしっかりした数字ではないんですけれども、大体この規模のものが起こった可能性があるという記録があるんですけれども、仙台原発では100メートルの風速の竜巻にも耐えられる設計にしているということでございます。また発電所の外で発生した火災が発電所に迫ってきてですね、悪さをしないかということでございますけれども、このようなその森林火災に対応するために、発電所周辺にですね、ぐるっと一周20メートルの幅の防火帯というのを作ってまして、防火帯というのは
木を全部買ってしまってそこに火が来てもそこから先は燃え広がらないというようなあの帯ですけれども、そういうものを設けるとしています。それから自然現象だけではなくて人為的な事象、航空機落下であるとか金利工場の爆発であるとか、こういうものを考慮して審査をして基準に適合していることを確認をしてございます。それから17ページでございますけれども、次はあの火災の話で、先ほどの外から来る火災とは違って発電所の中で発生してしまう火災倫理の話です。火災が発生してしまうと重要な機械がですね燃えてしまったりして、いざという時に使えないということになりかねませんので、これは重要な課題でございます。一番上のあの四角の箱の中に書いてございますように、重要なことは火災を発生を防止すること、それから火災が発生しても早期にこれを発見して消してしまうことです。仮に火災が発生してもその影響をできるだけ軽減させるような対策を取ることと、こういうのが重要でございます。こういうものを規制で求めておりまして、燃えにくい電線の使用であるとか、火災感知器をあのいろんな種類のものをつけるであるとか、消火設備を設けると、こういうような対策をしています。またあの重要な設備が燃えてしまわないように耐火性能を持った壁で分離するというようなことも求めて、これらに対して基準のもとあの適合していることを確認をしてございます。それから18ページはあの内部溢水というのでございまして、内部溢水というのはちょっと聞き慣れない言葉だと思いますけれども、あの発電所の中にはタンクだとか配管だとかたくさんの水が通ってますので、これがあの例えば何らかの原因で壊れてしまって水浸しになってしまうというようなことがあります。こうしますと、これもやっぱり水浸しになると機械にですね水が入って機械が動かなくなったりということがありますので、これに対する対策を求めています。このためにあの評価をした上で必要なものについては、機械が水に浸らないように機械の高さを上げるとかですね、あるいはカバーをつけるというような対策をしているということでございます。19ページから電源の話でございます。やはり電源の確保というのは福島原発事故を見ても非常に重要な要素だということで、ここについてはあの大変厳しい要求をしております。電源強化にはいくつかの段階がございまして、最初は発電所に電気を供給するための 外から発電所に電気を供給するための系統の強化というのがございます。で仙台原発はあの外から3回線で電力を入れておりまして、そのうちどの2回線が使えなくなっても電力が途絶えることはないということを確認をしてございます。でさらに20ページに行きますと、そのようなその外からの電源の対策っていうのを確認した上でも、それでも外から電力が得られなくなった場合の対策というのを求めておりまして、仙台原発の場合は非常用電源設備、所内発電所の中にある非常用の電源設備、これはあの1号炉2号炉それぞれに2台ずつのディーゼル発電機というのを設けております。で1つが壊れてももう1つの発電機で安全が確保できるということでございます。で福島原発事故の前はですね、仙台原発ではこのディーゼル発電機を動かすために 3.5 日分の燃料を発電所の中に保管をしておりましたけれども、これ規制を強化いたしまして、7日分の燃料を確保するようにということで、求めてございます。でこれに対して九州電力はあのタンクを増設してですね、この基準を満たすということを実施をして、ございます。電源の話の最後21ページ目でございまして、この外部からの電源、それから非常用発電機、ここをやってもですね、これ両方がダメになると、外からも電気が取れない、非常用発電機もダメだというような場合、それでもなお電力を出さないようにという対策を求めております。スライドではあの設備の増強について、交流と直流、電気はあの普通のコンセントが取る交流というやつと、電池のような直流というのがございますけれども、この2つに分けて対策を求めております。上に書いてあるのが交流のシリーズでございまして、丸1にあるように、大容量の空冷式の発電機、
これはトレーラーほど、大型のトレーラーほどの大きさのですね、発電機でございますけれども、これを1号炉、2号炉に1台ずつ津波の影響を受けないように高台に設置をするということでございます。でこれに加えて、もう少し小ぶりの電源車を丸2と丸3のように合計6台、発電所のさまざまな場所にですね、置いておくという準備をするということでございます。また次の段が直流の方ですけれども、電源車などを接続して交流電力を得る、それまでの間もですね、電力を切らさないようにということで直流の電源の強化というのを求めてございまして、ここも1から3に書いてございますけれども、それぞれ蓄電池の増強をするということでございます。それからこういう電源をつなぎ込むときに、つなぎ込み口がですね、いざというときに使えないということがないように、複数のつなぎ込み口をですね、別々の場所に設置するように求めておりまして、こういう確認もしてございます。22ページでございますけれども、ここまでいくつかいろんなことを申し上げましたけれども、重大事故の発生を防止する、発生させないという対策について説明をしてきたものでございます。でここからそれでもなお重大事故が発生してしまった場合、発生を想定した対策というものの説明に入りたいと思います。23ページはすでに繰り返しになりますけれども、こういう重大事故の発生を想定した対策を求めるということで、特に皆さんお聞きになったことがあると思いますけれども、原子力発電所では止める、冷やす、閉じ込めるというのが大切だと。でこれが重大事故が発生させないということはもちろんなんだけれども、重大事故に至ってしまった場合でも止める、冷やす、閉じ込めるというのをなんとか実習すると、こういうことを求めるというのが新しい規制でございます。これを順番にですね、ちょっとご説明を申し上げたいと思いますけれども、24ページにはですね、まず止める対策というのが書いてあります。だんだん絵が複雑になって申し訳ないんですけれども、原子炉に異常が起きた場合には、まず原子炉を止めると、核反応を止めるということが重要になります。で通常はこの青い枠の吹き出しに入れ書いてあります制御棒っていうのをですね、入れて原子炉の反応を止めるようになっています。新しい基準ではこの制御棒が入らない、図の中には赤く×印が書いてありますけれども、制御棒が入らない場合でも原子炉を止める対策というのを求めています。仙台原発では図の右上の吹き出しに書いてございますけれども、蒸気を閉じ込めてですね、強制的に水の温度を上げて原子炉の出力を下げるという対策をとっています。これは原子炉の温度が上がると出力が下がるっていう原子炉の物理的な性質を利用したものでございます。で加えて右下に書いてありますような放散水というものを入れて原子炉を確実に停止をさせると、こういう対策でございます。25ページはですね、冷やすという対策でございます。原子炉につながる配管が破れて水が漏れていってしまうというような事態が発生した場合に、通常はこういうものを想定してさまざまな原子炉に水を入れる系統というのができているわけですけれども、このようなもともと設置されている系統が使えない場合、そういう場合でも原子炉をしっかり冷やせるようにという対策を求めております。で仙台原発では今回新たに図に示しておりますけれども、常設電動注入ポンプという新しいポンプを設置をしてございまして、これにより原子炉に水を注入すると。でさらにこのポンプが万が一使えない場合でも別の場所にある同様の機能を持ったポンプによりバックアップをするということを用意してございます。また水を入れやすくするために原子炉の圧力を下げるということが必要になりますけれども、これは弁の を開けることによって圧力を下げるんですけれども、この弁はですね、電気がない場合でも動かすことができるように、現場で操作できるようにいい工夫がされているということでございます。26ページまだ冷やすが続いてございまして、
前のスライドのように原子炉に水をとにかく常設電動注入ポンプで入れるということをしても、最終的にはこの中に溜まってしまう熱をですね、逃がしていかないといけないわけですけれども、通常はこの海水系っていうのが別に用意されてまして、海の水を取り込んでそこに熱を受け渡して冷やすということでございますけれども、この新規制基準ではこの海から水を取るこの部分が使えなくなった場合でもしっかり冷やせるようにという対策を求めています。でこの場合には仙台原発の場合はですね、新たに設置した移動式の大容量ポンプ、これは左下の方に書いてございますけれども、これを設置をして強制的に海水を循環させるという対策を取ってございます。でこの大容量ポンプというのは発電所全体で3台設置をするということでございます。それから27ページ、これが冷やす対策の最後のスライドでございますけれども、今の前の2つはですね、原子炉に今水を入れてその熱をなんとか逃がすということによって冷やすという対策なんですけれども、その原子炉に水を入れる系統が使えない時の対策というものでございます。でそのような場合には図の右側に示すような、通常は発電のために蒸気を取り出す系統でございますけれども、二次系と言われてますけれども、蒸気発生器で聞かれた方もいるかもしれませんけれども、そういう別の系統がございまして、ここに水を入れることによって間接的に原子炉を冷やすという対策を用意をしてございます。でここに水を入れて蒸気になったものを蒸気を大気に逃がしていくということですけれども、ここはこの蒸気はですね、きれいな水ですので、ここに放射性物質が入っているというわけではありません。これによって原子炉を間接的にですね、冷やすことができるということを確認をしてございます。次に28ページでございますけれども、この止める冷やす対策をしてますけれども、それでもなお燃料が核燃料が溶けてしまうというような事態が避けられない場合、それでも少なくとも放射性物質を外部に出さないようにという対策を求めている、閉じ込める対策でございます。例えばこの図に書いてあるのは、急激に大量の水がですね、原子炉から抜けていってしまうような場合、これは先ほど原子炉に常設電動注入ポンプっていうもので水を入れるんですっていう話をしましたけれども、急激に抜けてしまった時にはそれが間に合わないケースというものもありえます。でそうするとその場合には、原子炉の燃料を溶けることは避けられないかもしれない。でそういう時にはむしろ図に上の方から水が降っておりますけれども、格納容器の上の方から水を降らしてですね、これにより格納容器の圧力と温度を下げると、これによって格納容器をしっかり守ってですね、この中にはもちろん放射性物質はすでに出ているわけですけれども、ここから外には出さないという対策を取るということでございます。でこの水は格納容器の底水色になって溜まっておりますけれども、ここに溜まりますので、ここで溶けて、落ちてくる燃料を受け止めると、こういう対策でございます。それから閉じ込めるのもう一つ、29ページでございますけれども、閉じ込める対策でもう一つ重要なのは水素対策でございます。福島原発事故でその水素爆発というのを皆さんお聞きになられたと思いますけれども、やはり水素対策というのは非常に重要だというのが改めて認識をされました。もちろん仙台原発の場合は福島原発とはちょっと型が違っておりまして、この格納容器っていう周りを取り囲んでいる容器がですね、大きいものですから、相対的にはその水素爆発に対して余裕があるというのは言えると思います。ただそれでも水素対策というのをしっかりしておくことが必要なことには変わりがないということでございます。で水素はその核燃料が溶けて水と反応すると、それが水が分解されてですね、水素が出てきちゃうんですけれども、この水素がある程度たまると、酸素と反応してドーンと爆発をしてしまう。この爆発の規模が大きいとですね、格納容器をその放射性物質を閉じ込める機能を損なってしまうと
ということでございます。でこれを防止しようということで、仙台原発ではこの対策として、水素をむしろ発生した時に強制的にですね、小規模に燃焼させてしまってしまう装置という着火装置ですけれども、これを13台設置をすること、あるいはその電源がなくても水素を酸素と反応させて水に変える装置を設置をするというような対策をするということで、水素対策をするということでございます。30ページでございますけれども、さらにだんだん厳しい状況になってきておりまして、申請基準についてはこういうその冷やす、止める、冷やす、閉じ込めるということをやった上で、さらにそれでもなお敷地外に放射性物質が放出されるような事態になった場合も考えて、そういう場合でも放射性物質の拡散をですね、できるだけ抑えるような対策というものを求めています。あの写真にあの対策のイメージが載っておりますけれども、こういう強力な水圧を持つ放水砲を設置をして、これ大容量ポンプから水を入れてですね、これらを放水することによって、放射性物質が放出が出て放出してしまうというような場合にも、水をまいてできるだけ拡散を防ぐための対策というものを実施するということでございます。31ページからちょっと違った話になっておりまして、これまであの重大事故の発生を想定した対策について、まあ、どちらかというと設備的な面からですね、ご説明を申し上げたんですけれども、ここからはのいわゆるソフト対策ということで、実際にその設備があるだけではですね、対策はできないんですね。これを使う人がいるのかとか、体制ができているかとか、手順が準備されているかとか、訓練されているかとか、いう点が重要でございまして、この点について審査では相当な時間をかけて審査をしてまいりました。で仙台原発では発電所長を本部長とする対策本部の設置であるとか、本部長がいない場合には誰がそれを代理するのかとかいうことがしっかり明確化されていること、こういう指揮命令系統、役割分担がしっかりできていることを確認をしております。それからこの発電所には最低いつでもですね、52名の要員が確保されておりまして、1、2号機同時に重大事故が発生した場合でも対応できるという体制を組んでございます。でさらにその事故後には約260名の人員が緊急参集するということも可能であるという体制を組んでいるということでございます。それから重大事故が発生した場合に、まあ、要因にもよりますけれども、外からの支援が得られない可能性というのがございますので、少なくとも7日間は発電所内の機材とか燃料によって、自力でですね、発電所の中の材料で自己収束活動ができることを求めています。で同時に6日以内には外部の機関からの支援がもう受けられるような体制というのを求めておりますので、自分で頑張るところと、それからさらには外からの支援もしっかり準備をするというような体制を組んでおります。32ページはソフト対策のもう一つの点でございますけれども、あらかじめ手順を準備しておくことでございますとか、あるいはその教育や訓練ということで、要員がしっかりその教育訓練を受けてですね、例えば夜間とか悪天候とかそういう時でも大作業ができるかというような力量をつけるような努力をするということでございます。それから設備についても、先ほどもどこいくつか外から持ってくる設備というのがあります。別の場所に置いてある設備を持ってくるというのがありますけれども、この場合ただどこか適当に物を置いていけばいいというわけではなくてですね、例えばその地震でやられないところとか、津波やられないところとか、あるいは同じ場所に置いといて2個とも同時に使えないということがないように、保管場所についてもしっかり配慮していただく必要があると、こういうことをしていると。あるいはその保管場所から実際に使う場所に持ってくる経路っていうものについてもですね、しっかり確認をされているということを見ております。それから通信手段もですね、しっかり確保されていることを見ております。33ページでございますけれども、これは緊急時対策書というものの話です。重大事故発生時にはしっかりとした指揮命令系統を作ることが必要ということで、その拠点となるのが緊急時対策書でございます。
福島原発の際にも緊急時対策書というものが大きな話題になったものでございます。仙台原発では地震や津波にも耐えられるように新たに緊急時対策書用の建物というものをですね、設置をしております。でこの緊急時対策書は事故時に必要な要員が最大100名収容できること、そして福島原発事故と同じような放射性物質の放出が仮にあったとしてもこの要員をですね、被爆から守ることができるということを確認してございます。でまたこの緊急時対策書には情報を収集したり集約したりするための装置、それから発電所の中あるいはその外との連絡をしっかりできるような通信設備も備えていると、また専用の電源設備も備えているということを確認をしてございます。また先ほどの7日間の燃料という話をしたんですけれども、人員もですね、食料がないと活動ができませんので7日分の食料も備えるということで、7日間は自力でですね、事故が起こった場合にも対応ができるということを確認をしてございます。でこういうものを確認をして基準に適合しているということをチェックいたしました。34ページでございますけれども、ここまで重大事故の発生を想定したさまざまな対策について、その審査の内容を説明をしてきました。ただ福島原発事故の教訓というのは一定のその安全レベルで満足しない、あるいは絶えず一層の安全を追求する姿勢が必要ということでございました。でこのためこの新規制基準では重大事故の発生という想定もさらに超えてですね、大規模な非常に大きな自然災害、あるいは故意による大型航空機の衝突、あるいはテロリズムというものによる大規模な損壊というものを考えて体制や手順の整備を求めております。もちろんこういうものをやってもですね、テロリズムとかっていうことになります。どういうことになるか分かりませんので、どんなものでも食い止められるっていうことではありません。ですけれども、そのような厳しい状態になった場合でも環境への放射性物質の放出っていうのはできるだけ低減すると、とにかくそのためにできることを最大限実施をする、そのためのその体制手順を考えておくということが重要でございます。そういうことを求めてございます。でこういうような観点についても確認をしたわけでございます。最後に35ページ結論ということでございますけれども、36ページに書いてございます。以上のその審査の結果として仙台原子力発電所の申請は法律で定める基準に適合しているということが認められましたので、9月10日に設置許可を出したところでございます。このページの後にですね、お手元の資料にはいくつかのスライドが参考資料としてついてございます。この先特に説明はいたしませんけれども、参考になる資料でございますので適宜ご覧いただければというふうに思います。以上で審査についての説明を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。新しい規制基準につきまして、また審査結果につきまして項目ごとにご説明をしていただきました。原子力規制庁安全規制管理官の市村智也様でございました。ありがとうございました。それではこれより質疑応答の時間でございます。会場の皆様方から質問をお受けしたいと思います。質問がある方はまず手を挙げていただけますでしょうか。お待ちください。ちょっとご説明をさせてください。でスタッフがマイクをお持ちいたしますので、かけたままで結構です。指名されましたらご質問をお願いいたします。でなるべく多くの方々にご質問をしていただきたいと考えておりますので、原則といたしましてお一人一つの質問とさせていただきたいと思います。なおご質問の内容についてですけれども、ただいまの説明について、新しい規制基準について、適合性、
審査結果についてのみの質問とさせていただきます。本日は原子力の防災計画、避難計画、そして原子力発電所の再稼働については本日の課題ではございませんので、どうぞ皆様方のご理解とそしてご協力をお願いしたいと存じます。それでは早速質問に入りたいと思います。挙手お願いします。最初に手を挙げてくださいました、そちらの眼鏡をかけていらっしゃる男性の方、1、2、3、4、5番目、かけたままでも結構です。お待ちください、マイクをお持ちいたします。こちらの方です、前の方です。前にお進みください。はい、白髪の、はい、眼鏡の方でございます。ではお願いいたします。平社長の、私は福島事故の検証もなく再発防止の保証もない新規制基準による再稼働は中止せよと、実効性のない避難計画のままでの再稼働は許されない、こういう立場に立つものです。報道によりますと仙台1、2号機の適合性審査で重大事故対策の有効性評価についていわゆるクロスチェック解説、異なる角度からの点検が厳正に実施されていないということです。これは国会でも質問されておりますが、規制委員会が事業者の解析に任せて個別の原発に対する独自の解析を行わない、こういう審査では科学的技術的に厳正な審査とは言えません。ご所見を伺います。さて、九州電力は施設の耐震設計に用いる基準地震動として基準地震動 SS1 最大加速度540ガル、 SS2 として同じく620ガルを策定し、規制委員会がこれを規定に適合していると評価しておりますが、これら地震動を過小評価したものだとの批判があります。旧原子力安全基盤機構、これがマグニチュード 6.5 の直下地震が起こると震源近傍で1340ガルの地震動がもたらされて仙台原発で炉心損傷に至るかどうかの限界点、つまりクリフエッジ、1号機1004ガル、2号1020ガルを超えると解析しております。私はこの1340ガルの地震動を震源を特定せずに策定する地震動として取り入れるべきであると思います。お答えください。次、福島第一原発でおそれ入ります。原則としてお一人一つの質問とさせていただきますので、今お話になったご質問にまずお答えいただく形でよろしいでしょうか。よろしいですか。一つの質問で一回の質問じゃないですか。関連してるんだよ。では最初の質問についてお答えいただけますでしょうか。お願いいたします。私が今一番だからね、私が独占してるわけじゃないですよ。よろしいですか。それではまず最初のご質問で、クロスチェックというものをやっているのかというご質問でした。これは先ほど私が説明の中で、7月に審査書案というのを固めて、その後1ヶ月間、意見募集をしましたと。でそこで1万7000件の意見が来ましたというお話をさせていただきました。実はこの中にもですね、同様の意見を大変多くいただいてございます。
で、この我々の考え方はパブリックコメントに対する回答ということで、すでに公表させていただいておりますけれども、その中で答えてございますように、今般の規制委員会の方では、事業者が実施したものとは異なる解析の行動でですね、解析を実施をしてございます。で、その我々が実施をした解析の結果というのは、別のレポートですけれども、NRA 技術報告という技術レポートがございまして、そちらの方でまとめて、こちらの方もすでに公開をさせていただいてございます。またクロスチェックでカバーできない部分については、解析モデルの不確かさについて、実験結果であるとか、感度解析であるとか、さらに深い解析を事業者の方に求めまして、これについての確認をするということで、事業者の作業の信頼性、あるいはその物理的な妥当性というものを確認をさせていただいたということで、これらについては繰り返しですけれども、パブリックコメントに対する回答ということで、これもすでに取りまとめて公開をさせていただいているところでございます。私、森田から2つ目のご質問がありましたけれども、540ガル、620ガル、それから1320ガルというお話がございましたので、その点をお答えしたいと思います。ご質問された方が SS1 とおっしゃってましたけれども、その数字は540ガルで間違いございませんので、皆さんお配り、お手元にあります、先ほどの市村が説明しましたスライドの11ページにある数字でございます。で、もう一つのご質問の方がおっしゃった620というのも SS2 とおっしゃいましたけども、その通りでございます。で、まずこのスライドの11番をご覧いただいて、私たちがどのように規制をやっているかということを申し上げると、まず一つ目のこのスライドの上の方にある四角で囲まれている震源を特定して策定すると書いてあるのが540という結果になったんですが、これは地震が起こる可能性のある断層がこの仙台の周りにどれくらいあるか、それがどれくらい強い地震動を起こすか、で起こした後発電所の地下にどれくらいの強さで届くかということを、断層を見つけた上で計算するということで最大の地震を評価しています。例えばこの地図にありますように、古式海峡に存在する海底の地震、海底の断層とか、あるいは地上にある一気断層というのをどれぐらい長さかというところから見つけるものです。それからご質問者の方にからご質問があった震源が特定できない過去の地震ということで、震源特定せずということもありまして、この方法は活断層を見つける努力がどれだけ細かく精密にやっても見つからないかもしれない、見つからない断層をどのように強い地震を想定するかというルールがあります。これは私どものルールでありまして、それは原子力規制委員会のルールでは、これまで日本全国でこのような断層が見つかってないにもかかわらず起こった地震、それを勉強して断層が見つかってないのに起こった地震からどんな強さの地震動が来るかということを調べていくという、実際に起こった地震から調べていくということになります。で、この場合620という数字を九州電力は得たんですけれども、これは北海道で2004年に起こった地震です。なぜ北海道の地震を九州に持ってくるのかというと、断層を見つけようとしてもどんだけ精密にやっても見つからない可能性があるということで、そうした北海道で例えば起こった地震であってもこちらで地震、起こりうる地震として考えようというアイデアでございます。したがって、この2つをやっておけば、仙台発電所における最大の地震というのは考えられるだろうというふうに考えたのが原子力規制委員会のルールでございます。で、ご質問がありましたが、お手元ですみません、1340を取り入れるべきというお話がありました。この数字は、ご質問の方もおっしゃっていましたけれども、原子力基盤機構という組織が昨年の春までありました。そこの組織がかつて研究として行った研究
調査研究の中で出てきたたくさんの種類の地震のうちの最も大きい地震であります。でこれは何の研究をやったかというと、地震というのは、断層を調べていって、この断層はこれぐらいの強さというふうに調査をすることができますし、あるいは大きな地震は小さい確率でしか起こらない、それより中くらいの地震はかなりの確率で起こるというような、確率的に発生する地震というのを研究した成果であります。その中で、大きな地震というのは非常に稀に起こるんですけれども、その中で震源が特定できない地震というのは1340あるというのも、ご質問の方が述べられた数字はあっております。でこうした数字をなぜ入れないのかということですけれども、これは一つはそうした確率の勉強のために出た数字でありますので、私どもの規制委員会が定めている実際に起こった地震から最大のものを持っていこうということとは違う考え方で出てきたものであるからでございます。それからもう一つは、こうした確率的、その大きな地震は非常に稀にしか起こらない、中くらいの地震はすごくたくさん起こるというルールは、私どもの規制のまた別のところで考慮に入れておりまして、九州電力が定めたこうした620、540という数字がどれぐらい読み間違いをするか、620を超える地震というのがどれぐらいの頻度で破られるかということを確率の計算して対処をしていくという方法はまた別の規制で存在しています。ですから1340を出したという研究成果は我々の規制の中でも生かされているという状態になります。この2つをもってこの1340という数字をそのまま入れるということにはしていないものでございます。なくなりました。すみません。最初のご質問ありがとうございました。他にもご質問されたい方がいらっしゃいますので、時間内でもし、質問される方がいらっしゃらなければ、またもう一度マイクをお受けしたいと思いますので、何卒ご理解をお願い申し上げます。それでは次の方参ります。一番前の、3番目の方でございます。マイクをお持ちいたします。そのまま おかけになったままで結構です。ご質問お願いいたします。ピューゲット県内の、高井町峰山地区とも言いますけど、そこの住民でございます。特に本当は住民の関心っていうのはですね、今日の規制基準への適用、それからそれに基づいた事業者の安全対策、それから避難計画、それってやはり国の安全、国のエネルギー政策ですね、原子力政策、まあ、そういうものも大きな関心事でございますけど、これを申し上げても、今日は、適合性審査結果の説明ということででしょうから、十分この件についてもですね、今後国県市あるいは事業者を含めて、説明の機会を設けていただきたいなということを冒頭ですね、要望しておきたいと思います。それから適合性の審査結果の中で地震の関係なんですね。やはり福島第一が地震と津波というセットで起こったわけですけれども、やはり地震の今の540があるから620に上げられましたね。620に上げることで、重要設備を含めてどのような強化策を講じられるのかということなんです。例えば620に上げたけど、重要設備は例えば圧力容器とか格納容器はそのままでいいんですよということなのか、あるいはどの程度まで余裕があるから620というのは安全なんですよという評価をされたのかということですね。それから派生する津波について、満潮時の6メーターというのがある。それで私どもが心配しますのは、副震度っていうのでやはり2メーターぐらいかさ上げされますね。それから台風での高潮がですね、先般の台風の場合でも10メーターの高潮とか言われてますけど、こういうマーク条件が重なった場合に、単純に計算しますと18メーターぐらいの津波になっていくわけですね。そういうものの評価をどうされたかをですね、お聞きをしたいと思っております。よろしくお願いします。今のご質問は地震と津波のご質問で
ありますので、2つ私からお答えいたします。620ガレという大きな数字が入りましたということで、これによって設備がどれぐらい持ちこたえられるかという検討は、詳しい地震に対するですね、力の持ちこたえる程度の計算をしなければなりませんので、本日ご説明している中ではそうした詳しい計算というのはまだ出てきてない状態で、この許可というのは出しております。でその後、そうした地震の力による設備、パイプなどが持ちこたえられるかという計算書が九州電力から提出されますので、それをもって点検をしていきたいという段階にございます。でそうした計算結果を用いて、どの程度重要な施設が安全機能を失わない設計になっているかということをもって、次はその工事の計画を認可していくという、そうした許認可のプロセスがありますので、その中で設備の耐震強化工事が行われているのであれば、それを私どもは点検していくということになっております。で地震度というのは、540、620という一つの数字で今申し上げていますけれども、さらに、詳しく見ていくと地震というのは波ですので、波の形がどうであるかと、それからどのような機械に弱く強く働くかということも点検をやっていくというのが、そうした設計の点検のプロセスであります。それから津波の話がありまして、津波と高潮の重ね合わせという観点のお話でした。皆さんにお配りしているでは12ページのスライドのところにあるんですけれども、これは敷地のですね、取水口の前面というところで、津波による、すいません、地震による津波がここにありますね、 3.52 メートルというのが上げ潮の津波、高くなる方の津波でございます。でこれに加えて、その次に書いてありますけれども、潮汐ですね、つまり潮の満ち引き、それから嵐の時の高潮の影響を考慮しています。これはこの薩摩川内原子力発電所の近くの港で、長期間観測されている津波、潮汐、それから高潮の観測結果からデータを取ってきて、原子力発電所にまれに影響を及ぼす潮汐、高潮が同時に重ねた場合ということで、最も高いところで遡上する高さが6メートルと評価をしていて、こうした津波と合わせてですね、6メートルと評価しておりまして、この6メートルの程度の、津波と高潮と潮汐の重ね合わせは適当だろうということで評価をしております。これを踏まえて敷地の高さが、発電所の敷地の高さは 5.0 メートルが一番海岸べりの高さですので、その上に15メートル合計で15メートルとなるように壁で囲んであるというのが津波対策になっています。これで基本的には重要施設が濡れて機能を失うということはないというふうに私どもは考えております。ご質問どうもありがとうございました。では次の方参ります。あちらの後ろのお席の方で今手をこまわしてくださっている方でございます。マイクをお持ちいたします。少しお待ちください。お願いいたします。質問の前にちょっと感じたことですけど、命と財産を守るという観点からこの締め出しを振ったり抽選でするというのはいかがなもんですか。住民のこの、なんかものすごく切羽詰まった思いをですよ、これもなんか軽々しく扱っているというので、私相当疑問に思っています。はい、だから賛否両論あるわけですから、賛成派と反対派の意見をどんどん掴めていく、それでも遅くないんじゃないですか。あんまり早く早くとする、なんかそこに疑問を感じてしまいます。公開討論会、そういうのもどんどん進めてください。さて質問です。使用済み核燃料の中には本当に超猛毒のプルトニウム、スプーン1杯で100万人もの致死量があるとか、そういうものも含まれています。私はこういうものを後世に残したくない、こういうエネルギーは欲しくないんです。ですからこのとんでもないものを数万年単位で冷やさなければ
相当ひどいことになるというプルトニウム使用済み核燃料をこの再稼働すればどんどん溜まっていきますが、これをどんなふうに持っていかれるのか、これは本当に私の不安事項であります。住民の方も不安に思っています。お答えください。まだあるんですけどもいいですかね。少しお待ちください。ただいまの質問について、通常時なのか地震の時なのかについて明確にしていただければ、ありがたいということなんですけれども、通常時もそれから地震の時はなおです。はい、ありがとうございます。はい、よろしいでしょうか。ではお願いいたします。はい、それでは答えを申したいと思います。まずいろんな側面を含んだご質問だったというふうに理解しました。おそらく一番のご疑問点はおそらくエネルギー政策っていうか原子力政策ではなかろうかと思います。この原子力を使っていく限りにおいて、使用済み燃料というのが発生してくるというのはこれは間違いのない事実でございまして、これを安全に取り扱わないといけない、これも当然でございますので、その政策全体どうしていくつもりなのかということをご質問されたのかなというふうに感じました。でその点については大変申し訳ありませんけれども、私の方から今この場でお答えを持ち合わせているわけではございませんのでお答えできないのですけれども、その安全面ということから申し上げれば、今通常時も地震時もという話ございましたけれども、まず通常時地震時も今日は私の説明の中では使用済み燃料あるいは使用済み燃料プールの話っていうのは一切してませんけれども、今般の規制では使用済み燃料のプールについても基準が強化されたところが多々ございます。でその中で例えば私説明の後半の方で重大事故っていうことで燃料が溶けてしまうような重要な事故が起こった時の対策っていう話をしましたけれども、こういうことは使用済み燃料プールでも当然起こってしまっては困るわけでございまして、使用済み燃料プールから地震であるとかあるいは他の要因で例えば水が抜けていってしまうというような時にしっかりその対策ができるということも今日原子炉の話だけしましたけれども同様の対策を確認をしているということは言えます。でもちろんその事故を起こさないための対策、先ほど森田の方から、地震動に施設が耐えるかどうかというのはこれから確認をしますという話をしましたけれども、これは当然使用済み燃料プールであるとかそういう今回の620ガルという非常に高い地震動になりましたので必要な施設の耐震性 のチェック、この620ガルに耐えるんですかどうですかというのは全ての必要な設備についてチェックしますので、ここで使用済み燃料プールも当然確認をするということで、これが仮に耐えないということ、使用済み燃料プールは非常に頑丈ですのでそれはないと思いますけれども対策を打っていただくということになります。したがって安全面の点からは従来の規制ももちろんのことを新規制基準でも使用済み燃料プールも十分念頭に入れて対策を講じているということでございます。ご質問そしてご意見ありがとうございました。では次の方に参ります。男性の真ん中の方です。ベージュのジャケットをお召しの方でございます。お願いいたします。神仙台の対象外かどうかともかくでしまして、いずれ審査なさるんでしょうけれども、燃料プール、保存プールの云々と今話出ましたんですが、現在再処理政策がはっきりしない以上、稼働すると燃料がどんどん溜まるわけですね。では審査基準の時にプールの中で最大限何本までを給電は想定して審査基準出してるんでしょうか。最後まで残るわけですよ。今のままではね、この政府の出し方でいくと処理設備場所が決まらないわけです。となると当地で
半永久的に押し付けられる可能性があります。多分今後発生した箇所、各原発その地元で全部自分たちで処理しろと、電源振興機器とかなんとかもらってるじゃないかと、前石原さんみたいな言い方すると可能性があるんです。地元が負担しろと、ありえないことです。ですからどれぐらいの、だって宮殿はプールに貯めるつもりで、40年分貯めるつもりでいるのか、審査の中でその辺が分かるものであれば教えていただきたい。私の方から分かる範囲でお答えさせていただきたいと思いますけれども、この施設の安全規制っていう観点からすると、当然その原子炉の中で今使っている燃料があって、でその燃料は使い終わったり、あるいはその事故が起きた時には使用済み燃料プールに出さないといけないっていうことがあるかもしれません。でしたがって使用済み燃料プールにはですね、最低限その一炉新分というか、燃料に今原子炉に入っている燃料は必ず安全にですねプールに収めることができるようにっていう規制になっています。したがって、その空き部分が確保できないっていう状況になった時には運転ができませんので、そこも今のそのプールの容量と燃料の埋まり具合、それから一路新聞開けれておられるかどうかっていうその関係から、いつまで、少なくとも今の体制で、運転ができるかっていうのは決まってくることになります。その間の安全性はしっかり確保されるということでございます。ご質問ありがとうございました。では、次の方に参りたいと思います。こちらの帽子をかぶっていらっしゃる男性の方でございます。マイクをお願いします。ありがとうございます。質問はですね、8ページ。これで強化した新規の基準ですね。これで本当に全然お答えになってないお答えをお聞きしたんですけども、今世界中でテロがすごいんですよね。国の名前申し上げません。もう本当にテロでですね、テレビをつけるといつもテロですね。ところが、先日あたりからなんか日本人もおかしくなっているということで、見ております。これはまだ本当にテロなのかどうか確定しませんが、日本にもそういう不満分子はいると思います。それで新基準の中で意図的な航空機の衝突の対応、これについて何もお答えになったように私は聞いておりません。というのはこういう航空機とか、もしくはすぐ近所、近所ってあるわけですよ、近接する国でそういうロケットをですねに、原子爆弾を積んでぶっ放すぞというのも何かの新聞で読んだ気もします。こういう時代にですね、一体私もあの中は2回3回ほど、ずっと内外をとも見て回りました。テロ対策はですねほとんど見当たりません。それで、警察の方が何人かおられてですね、あれで何がテロ対策だと、結局テロというのは思いもよらん人数が集まって攻撃してくるものだと思います。私はこのテロについての対策は残念ながら今回はゼロだと思います。それと最後にご説明なし、34ページをずらずらずらっとお読みになりましたが、安全を確認していると思いますと、誠に乱暴なお言葉ですね。これについてですね、もう一遍詳しくご回答お願いいたします。以上です。それでは私の方からご回答をしたいと思います。ご質問は34ページの大規模な損壊への対応、テロを含めてこれができているのかどうかというご質問だったと思います。2つ、3つですか、ちょっと説明をしたいと思いますけれども、1つはですね、これは今まさにおっしゃっていただいたようにテロ対策であるとか意図的な攻撃にも通じるものでございまして、我々審査会合もですね、これは非公開でさせていただいております。事業者からも相当詳細な図面
体制といただいておりますけれども、これやはりその公開することはできませんので、非公開で確認をさせていただいています。それからの資料もですね、我々の内部でもこれはこの資料出回ってはいけないので、一部だけ厳重に保管をさせていただいてございます。まずそういう意味で説明できる範囲に限りがあるということをご理解いただければと思います。もう一つは、私説明の中で申し上げましたように、そうは言ってもどんなテロであるとか航空機衝突にも耐えられるかっていうと、それはやっぱりそんなことはありません。ただそのできるだけのその体制整備手順の準備というものをしていただくことが必要と、こういうところまで含めてできるだけの考えをしていただくということが審査のポイントであったということを申し上げました。それから3つ目の点はですね、さらに本当のそのテロであるとか戦争的なですね状況になった場合、これはおっしゃる通り今のこのままの体制でですね、全ての防止ができるっていうのは難しいと思います。でこのために我々今私がお話しさせていただいているのは原子炉等規制法っていう原子炉の安全を確保するための法律ですけれども、実際にその外からの攻撃戦争そういうものについては別の法律がございまして、例えばその国民保護法でございますとか、そういう時にはもう具体的にこの発電所が狙われるというような可能性があるという時にはもう発電所を止めてできるだけの対応してもらうとかいう法律がございます。こういう別の法律で国を守っていくという体制を取るという事態に移っていくということになると思います。ご質問どうもありがとうございました。では次の方に参ります。向こう側のオレンジ色のシャツの方でございます。お願いいたします。はい、仙台市で自治会長をしております。まず質問の前に私は岩切市長の方にお願いがございます。安全神話が、崩れた以上避難計画は再稼働の反対賛成の方を含めてですね、市民にとって命です。市民にとって重要なことですので、人間の命が一番尊いものです。市長には市民を守る責任があります。そうですよね。ですので避難計画を再稼働の条件にするっていうのは必須条件だと思います。市長は考えを改めてほしいと思います。それで質問なんですけれども、私の質問はそう難しいことではありません。なんか皆さん難しいことを、市村さんの方がずっと難しい話をお聞かせいただいてるんですけれども、これで大丈夫でしょうっていう説明だと私は感じました。机の上だけで大丈夫でしょうっていう感じなんですけれども、私からしてみたら福島第一原発の事故の方もこういう安全基準っていうのがあったはずです。ですけれども福島の事故はなぜ起こったのか、なぜなんだろうって思ってます。そしてどうしてまだ事故の原因が分からず、汚水が垂れ流し土壌もまだ完全に復活してないというのに、私がこの今説明を聞くんですけれども全く説得力を感じないんです。ですのでお聞きしたいのは、こういう福島の事故が片付いてないのに市村さんの方は今
こうやって説明されますけれども、説得、市民に対して、国民に対して説得力があるのかな、あるっていうのを思ってらっしゃるのかなっていうのをまずお聞きしたい、それだけなんですけれども。非常に厳しいご意見いただいたと思ってますけれども、私は説得力を持つかどうかというのはむしろもう皆さんの方で判断していただいて、もちろんその説得力ないだろうというご意見があるだろうということも承知をしております。ただなかなかうまく説明できなかったかもしれませんけれども、福島の教訓というのはその事業者にとってもそうですけれども、我々にとっても大変な大きな教訓、それは当然ですけれども、あれだけの事故でございましたので、でその説明の中、冒頭にまず福島の話からさせていただいたのは、そこから我々がどういう教訓を汲み取ったかと。でそれによって新たにもうほとんど本当に新しく基準を作ったようなものですけれども、これを作り上げてそれに沿って審査をしてきた内容をご説明を申し上げたところです。でこれは日本の法律に求められている作業を我々としてはしっかりしてきたつもりでございますし、それから本日なかなかその十分に説明できてないかもしれませんけれども、私どもとしてはやってきたことを真摯にしっかりご説明をさせているつもりでございます。ここは受け止め方にはいろいろあると思いますけれども、我々としてはできるだけ真摯に対応してきているということをご理解いただければと思います。ご質問とご意見どうもありがとうございました。では次の方に行きます。黒い、ジャンパーでしょうか、メッシュの男性の方でございます。手をそのまま上げていただけますとありがたいです。恐れ入ります。マイクをお持ちいたします。お願いいたします。桃継町に住む、先ほどから市村さんいろいろ説明されているんですが、地表とか地殻とかそういうことに対しての、災害の対策について説明が時間十分費やされているような気がします。先ほど説明された質問されたテロということなんですが、テロ以外にもですね、近年ロシアに隕石が降り注いできましたよね。ああいうことは1万回に一遍とか何万回に一遍とか言うけど、1というのがつく限り 100% なんですよね。その 100% のことが起きりうるものを稼働して、でそれで安全だというあなた方の説明についてはもう非常に疑問に思うわけです。ここで質疑応答の中で、航空機が墜落したり人工衛星が墜落しても大丈夫ですかという質問に対して書いてあるの、設計上考慮する必要がないと言ってますよ。こんな失礼な回答の仕方はないですよね。危ないのは危ないよ。危ないのを危なくなくするのがあなた方の責任じゃないですか。そういう責任も先に負って、ただ説明したから終わった、そんなことじゃ国民は納得しません。経験則でしか物言ってない。あなた方は経験以外のことは災害にあるんですよ。福島やったって経験則で規則を作ったから、その経験則に基づいた規則に従ったから事故は起こない、ところが起こったでしょ。今規制委員会が許可したことに事故が起こったら、また規制委員会を作ってまた作るんですか。その繰り返しですか。もうちょっとですね、襟を正してもらいたいですよ。で だから言いたいのは、先ほど言いましたように、テロ、それから隕石ですね、想像もつかないようなことが起きた時の対応の仕方ですね、それについて具体的に説明してください。人類はもう滅亡しますよ、このままやったら。自分たちの子供が孫の時代にはどうなるんですか。誰が責任取るんですか。ご質問ありがとうございます。先ほどのテロの質問と重複するかもしれませんが、もう一度お答えいただいてもよろしいでしょうか。はい、
まずテロの部分については、まあ、あのおっしゃるとおり先ほどお答えしたものですけれども、おそらくそのどこまでこの自然現象であるとか人為事象というのを想定する必要があるんだろうかというご質問だと思います。おっしゃる通りそのこれはあの安全確保そのものに通じるものですけれども、やっぱり絶対安全っていうものは到達はできないんだと思います。これはあのどうしてもその技術、科学技術を使っていく、あるいは我々が生きていく上でですね、必ず何らかのリスクっていうのは残っています。その中でできるだけこのリスクを下げていくという作業が必要になります。今の福島事故の教訓という話がございまして、あの私の説明の中で冒頭いくつか申し上げましたけれども、この福島の教訓っていうのをできるだけ我々としては汲み取って、新しい基準を立てて、でリスクをできるだけ下げていくという、そういう審査をした結果が今ご説明をしているところです。もちろんあのこれはあの我々の委員長であります田中委員長も申し上げている通り、絶対安全っていうのはやっぱりこれはもちろんずっと求めていくんだけれども、そこには到達できない。それはやっぱり自然現象にしても人為事象にしても、どうしてもそこはあのリスクは残ってくるっていうことではあります。ただそのリスクをできるだけ下げていく努力を日々していると。で今回はその福島原発事故を踏まえて基準を大幅に引き上げて、そのリスクを大幅に引き下げるという努力をした結果が本日ご説明をさせていただいたものだということでございます。皆様方、予定の時間を少し過ぎているんですけれども、あとお二方ほどご質問をお受けしていきたいというふうに考えております。それでは水色のチェックのシャツの男性の方、真ん中にいらっしゃいますのでお願いいたします。メガネの方です。真ん中の方です。手を挙げたままにしていただけますか。お願いします。山の口の、私主催者の方と委員会の方にご質問したいです。主催者の方に一つ、今日のこの説明会の目的は何なんでしょう。と言いますのが、私は伏木の門申し込んでおりましたが何も言ってきませんので県庁に電話を入れました。そうすると県庁曰くお一人様一回限りですと、どっかのお店の抽選会みたいなことをおっしゃるわけです。伏木の会場はいっぱい空いてますし、他の会場も空いてるわけで、一生懸命その説明を理解しようと思えば入れてやるべきじゃないでしょうか。ましてや聞き逃したこともあったりするわけですから、ボイスレコーダーなんかも使いたいのにそれも使わせない。そして質問しようと思ったらお一人様一個とか、またお一人様一個出てくるわけですよ。一体この住民説明会の目的は何なのか、短く明確にお答えください。それと委員会の皆様にご質問です。一国の首相が、世界で最も厳しい基準だと全国民に向け、全、世界に向けて発信していますから、当然原発最新国が今取り組んでいる実行している20の格納容器、それとコアキャッチャーあるんだろうと思ってたらありません。これを首相が世界最高基準というにもかかわらず規制委員の方でこれを要求されなかった理由を明確にお答えください。ついでに福島のあの過酷事故はいつ収まりますか。それも明確にお答えください。よろしくお願いします。恐れ入ります。私が指名をさせていただいた男性の方ではない方がご質問されてしまいましたので、水色のシャツの方はもうしばらくお待ちくださいませ。まず会の進行につきましては、鹿児島県、原子力安全対策課よりご説明をさせていただきます。すみません、事務局の、鹿児島県原子力安全対策課の富吉と申します。今日はお越しいただいてありがとうございます。で説明会ですけれども、県内、最初は3回ということだったんですけれども、5回に回数を増やしまして、1000人規模の会場で、開催をすると。で開催にあたりましては、県民の方に限定をさせていただくということで、事前にご応募をいただいた方に、入場券をお送りするという形で、会を開催をさせていただいております。
まあ、その関係上どのくらいの人が来るかというのが、まあ、第一予測が、まあ、つきませんでしたので、お一人様、まあ、1会場ということで、させていただいております。それとあと今空いているところがあるじゃないかというようなお話もございましたけれども、それにつきましてはやはり手続きの関係上申し込みをお受けをして入場券をお送りするというちょっと時間的な余裕もございませんので、そういう形で今回1人1回しかご説明はご参加できませんけれども、しかし目的としましては皆様にこうやって来たいと言って申し込んできていただいた方に実際に会場に来ていただいて実際に説明を聞いていただいて、そして質疑を聞いていただくというのが目的でございました。そういう目的で、説明会の申し込み要領を作って、運営をさせていただいているということでございますので、ご理解をいただければと思います。すみません、失礼いたしました。主催よりご説明させていただきました。ご理解お願いいたします。ではもう一つの質問につきましては、原子力規制庁よりお答えいただきたいと思います。お願いします。もう一つの質問につきましては、私は原子力規制庁の原子力規制企画課長の佐藤と申します。審査そのものというよりは基準に関するご質問でありましたので、少し私から答えさせていただきたいと思います。この基準についてはですね、世界最高水準というようなことがよく総理が答弁されているというようなことでございますけれども、私どもこうですね、まさに HF の福島第一の事故を踏まえた、事故調、国会の事故調査委員会の報告書、そうしたものでですね、明らかになった事実、あるいは海外の規制、こうしたものをですね、参考にし、それでなおかつ我が国のですね、自然条件の厳しさ、こうしたものを勘案してですね、世界で最も厳しい水準のですね、規制基準を策定してきているところでございます。もちろんこれで終わりということではございませんで、新しいそうした知見というその知識が発揮すればですね、それをまた新しく基準に取り入れて、で当然のことながら先ほど市村の方から説明ありましたけれども、この新しく基準が変わった場合もすぐにですね、そうした基準に反映して季節のすでにある原子炉にも適用するということをしております。それで特にコアキャッチャーというものについてのご指摘ご意見ございましたけれども、コアキャッチャーというのは簡単に言いますと、その原子炉の炉心が溶けた時に下に落ちて、それがさらに事故を拡大していくというものを防ぐためにですね、そういうキャッチャーというか、その下に何がしかの政策、そういった拡大しないような措置を しておくというものの用途に使われるわけでございますけれども、このコアキャッチャーについてはですね、私どもの基準の中ではこうしたそういった炉心が溶けた場合のさらなる事故の拡大を防ぐ、そうした措置を取ることというような趣旨でですね、いわゆるその性能要求という言い方してます。具体的に何々という設備をつけなさいという言い方ではなくてですね、そうした事故が拡大しないような措置をしなさいということを求めておりまして、そうしたところにおいてはですね、同等の水準にあるかと思ってます。でなおですね、ご参考まで申し上げると、このコアキャッチャーについてはですね、ヨーロッパの方でこうした基準があるやに聞いてますけれども、すべてのすでにある原子炉に適用しているものでもございませんし、またヨーロッパにおいてもですね、このコアキャッチャーをつけなさいという言い方ではなくて、まさに日本と同じようにですね、そうした事故拡大を防止するような措置を講じておくことというような内容になっているということでございます。ご質問ありがとうございました。では先ほど指名させていただきました男性がお待ちでございますので、恐れ入ります、ご質問をお願いいたします。いいですか。さっき市村さんという方からですね、リスクの方が話がありました。原発に関してですね、
まあ、そのリスクを抑え、あの少なく最小限に抑えなくてはいけないというような話がありましたが、原発に関してはですね、リスクというのはいささか何ともですね、あってはいけないというものだというふうに思います。で、こういうふうなの最小限に抑えるとかいうような考えではですね、あの私はこれあの原発以外を抑えきれないというふうに思います。で、質問に移ります。先ほどあの東北大震災の教訓を踏まえているというようなことがありましたが、どこに東北 大震災のことが踏まえられているのかというようなあの思うんですけども、例えばですね、この資料の中に、津波のことが書いてあります。で、まあ、ここではその、仙台原発 では、高さが、最大6メートルぐらいだとかいうふうに書いてありますが、東北の震災ではですね、想定しなかったようなところに大きなあの津波が襲ってきたんですよね。だからああいうふうに事故になってしまったんです。で、6メートルとか15メートルとか20メートルぐらいのところがですね、それ以上の津波が襲ってきているところもあります。で、それは地形 にもよるところがありますありますが、この仙台もそういったことを頭に置いておかなければいけないというふうに思います。で、でそこでですね、あの津波は高さだけではなくてですね、津波の強さの問題があります。で、津波が襲ってきてですね、その、堤防を乗り越えて津波が襲ってき、て中にあった、いくつものビルディング、基礎を固めてあったようなビルディングがですね、押し流されて、しまったような現実で、こういう津波の高さとその強さをですね考えた場合に、26ページに、仙台原発で新しく移動式の大容量ポンプ車を設置してありますという説明があります。で、これは炉心損傷した場合の対策として、こういう対策が取られているんだろうと思いますが、で、この炉心溶融になるようなことは絶対にあってはならないというふうに思うんですが、そういった津波がですね襲ってきた場合に、この移動式大容量ポンプ車などがですね、この津波の強さで押し流されてしまうような事態も起こるのではないかというふうに思うんですが、いかがですか。で、そういう場合はこの炉心損傷事故に対してどのように、措置されるのかお伺いします。以上です。はい、ではお願いいたします。はい、私から津波の大きさの想定に関するところをお答えいたします。どこが東北大震災の反映なのかという質問で、思いもよらない波源というのは波の源ですね。思いもよらないところから津波が来たんじゃないか、それから地形の影響があるんじゃないかというご質問でした。で、まずこの津波の評価にあたっては、やはりその
想定していなかったその日本海溝というですね、東北日本の太平洋側、あそこに海溝があります。海溝はプレートと呼ばれるその地殻の塊が互いにぶつかり合って太平洋側が沈み込んでいる地域です。でそうしたところの地震の大きさが日本海溝においてはマグニチュード9クラスはないというふうに以前は考えられていました。それが3年前にはそうではなくてマグニチュード9クラスの地震が実際に起こってしまったということでございます。で、まあ、それを踏まえましてその新しい規制基準ではこうしたその海溝ができるようなつまり、まあ、プレートと呼んでますけれども地球の表面の岩石の塊がぶつかり合っているところはマグニチュード9クラスは少なくとも起こると、過去にそうでなくても起こるということを想定するようにというのが新しいルールになっています。したがって九州電力の仙台発電所でもこのルールを適用して、マグニチュード 9.1 という大きさの断層を琉球海溝の方に設定をして計算しています。計算の際には今ご質問された方がおっしゃったように地形であるとか海底の凸凹ですね、それが非常に深い海底、それから東シナ海の北半分を全部カバーするような海底の起伏をコンピューターに入れましてどんなふうに津波が発電所に襲ってくるかということを計算するコンピューター計算でこの数字を算出しています。そうしたことを確認しましたのでこの九州電力の評価は妥当であるというふうに私は考えております。それから津波によるその波の破壊力といいますか高さではなく強さも考えているかというご質問があって、これは私も東北日本に津波の後行きましたけれども女川町という仙台の近くの町ではビルがひっくり返っているということは確かにご質問された方がおっしゃったような現象がございました。やはり基礎をしっかり置いておくということと波の強さを評価するということが必要だろうと思います。ポンプ車とか電源車ということはこうした波の影響ということですね、十分評価した上で、あらかじめ高いところに、ね、その地盤の、標高の高いところで保管をしておいて、事故で必要になった場合にはその必要なところに駆けつけて、電源とか水の供給をするというところが必要だろうと。ご質問どうもありがとうございました。まだまだご質問されたい方もたくさんいらっしゃると思うんですが、時間を大幅に過ぎておりますので最後の質問とさせていただきます。真ん中の紺色の、ジャケットをお召しの男性の方でございます。真ん中の方でございます。目の前の方です。手前の方です。手前の方です。お願いいたします。平佐町に住んでおります。私は今まで経済、産業、地域振興の立場から原子力発電推進の立場で行動をしてまいったところでありますが、福島の事故でいくつかの疑問が生じました。しかしながら今日の安全に対する大変詳細な説明で基準をクリアしているとして疑問が払拭されました。安全が担保されたと思っております。安倍総理も先日の参院予算委員会で仙台の原子力発電所の安全は確保されたという発言をされているようであります。安全が確保されたことにつきまして本日は詳細に説明いただき誠にありがとうございました。大変素朴な質問でありますが、世界には400を超す原子力発電所があると伺っておりますが、今回大変厳しい基準を示して審査をしていただきました。世界の400の原子力発電所の中で今回のこの基準がどのようなレベルにあるのか、もしご存知でありましたら教えていただきたいと思います。以上であります。ではお願いいたします。はい、非常に答えるのに難しい質問をいただきました。福島原発事故の後この教訓を汲み取って
原子力発電所の安全性を高めようという活動は、もちろん当事国である日本は今ご説明したようなことをしてきたわけでございますけれども、他の国、例えば米国、フランス等々でもですね、様々な取り組みがなされていると思います。例えばヨーロッパの各国では、聞いたことがあるかもしれませんけれども、ストレステストっていうのをやっていて、もちろん今対策をするんですけれども、でさらにその厳しい状況になった時にどれだけ耐えられるかっていうチェックをして、でさらに弱点を発見してそこを強化していくというようなことをしています。で他の国でも様々な取り組みがございます。ただそれぞれの国がそれぞれの法律の体系の下で取り組みをしておりますので、この日本は日本としての今日ご説明をさせていただいた取り組みをしておりますけれども、それが他の国に直ちに適用したときにどういうレベルにあるかとかっていうのをですね、今この場で私がちょっとご説明をするのは難しいですし、材料もないので、それぞれ各国しっかり取り組んでいるということでご理解をいただければというふうに存じます。ご質問どうもありがとうございました。ご覧のようにまだまだご質問されたい方がたくさんいらっしゃることは、よくわかりますけれども、大変申し訳ございません、時間を大幅に過ぎておりますので、本日の説明会は、これをもちまして、終わらせていただきたいと思います。大変恐れ入ります。